急降下があんまり速くなくて着地のごまかしがどうするかっていうのは若干の弱点ではあるかもしれないですね。さあこれはコントローラーチェックですかね、それとも対戦が始まるのか。始まりますね、始まってますねこれはね、間違いなく始まってますね。さあすかし投げ狙っていったのジャンプで逃げて逆にコンボ、お互いに回避だが暴れてくる。さあ弱このリーチですね、はい、これに対して、結婚が空前がリーチもあるわけなんですけれども、はい、空前で勝負したら多分結婚が結構辛いでしょうね、発生が遅いので。さあウェービーに対して今、じっくらせようと狙ってましたね。さあ回避もあったがしっかりジャンプで逃げる。なんでその復帰にあえてこうディスクをつけようとするっていうところが、さすが染月光がといったところでしょう。さあパーセントダメージレースで勝っているのは染月光が。ジャックからあっとやってしまった。マックスのシャスマーバスト。ドルフィンが判定が前作より若干狭くなったんじゃないかななんて気がしていて、そうですね、ちょっと今のも、はい、判定が出てなかったと、ガードされたというより普通に判定が出てなかったという感じなので、はい、届いてなかったですね。さあジャンプに NA からダブルスラッシュからのフラッグ。さあ空中前からしっかり着地狩り。さあ崖上がりフワマルス、この横強先端を意識している。横強先端を意識した崖の待ち方を徹底しているので、だから結構遠いんですよね彼女は、マルスだとそうなのかもしれない。その場上がりの根気上がりも避けつつも横強先端をしっかり当てていくと、はい、その間合いかにもやっぱ徹底してますよね。さすがは上位プレイヤーといったところですけど、さあ大き攻め、ジャックダウンも取るんですね。ダウンは取ると思いますよ、はい、ダメージによってはジャックからの横スマも随分狙ってキュール、はい、非常に優秀なキャラクターによっては全然そういう原因になることも。さあ回避待っているが先端は当たらず。さあ牽制技の振り合い、攻めてきた、強気に掴んでシールドブレーカー、ダメージはそこまで高くない。ダメージパーセントも非常に五分ということで、はい、まだバーストラインまではちょっと持っていけないかな。そうですね、ただ月光川は全然下強から上スマッシュつながるパーセントありますか、ね、そうですね、ちょっと怪しいパーセント台かなという感じがしますね。これ暴れ待っていたがかれず、状況によっては今空上からコンボを狙ってきる可能性もあった浮き方でしたね、はい、ちょっと危険な浮き方かなと。さあ崖もしっかり張っていく。さあ横よジャストシールドしっかりダッシュつかみで反撃。潜り込んで空中前先端が当たっていればあわや撃墜というところだったな。そうですね、さあ空前返す染月光が。さあ上がるのは厳しい下手をしっかり掴んでいるが、これは投げバースト。だいぶほかほかしてた感じが、そうですね、補正で補正結構乗るはずなので、そうですね、さあ佐野さん、ここでどう立て直していくのか。まあキャラクターは変わらないでしょう。そうですね、お互い本当にメインっていう感じの。さあステージは終点。抜け身しっかり食えねで勝ったんがコンボにはならず。さあ分かっているマーベラスと影打ちの読み合いですね。まあ、ただあれ安直にやってるとガードされて大変なことになりかねないですけど。そうですね、さあお互いやはりリーチの先端を意識した試合を展開しているところですが、接近するなら1着の方を狙っていくとしたら、やっぱり染め結構、おっとこれは暴れてますね。さあ崖上がり前を詰めてくる、弱つかみ当たらず、しっかり差し返していって、DA からの着地がり怖いので一旦外に逃げる。さあ手裏剣で相手を動かして、はい、マルスに対して、おっとドルフィン、しかし崖メテオにはなっていない。まあこれは変えるでしょう。追い込んだマルシン、どういうふうに詰めていくのか、サムエゲッコーナー。おっと、まだこれは耐えていますね。エフェクトも出ていなかったので、まだ、おっと、ここで上強バースト、先に1ストック取ったのはマルスだが、サムエゲッコーナー、どう挽回していくのか。さあ、下か、ウエスマ確定、非常に綺麗なバストですね。やはり崖の回避はね、彼もよく見てるので、そうですね、やはり警戒しているというところが非常によく分かるような見方かなと。さあ、おっと狙ってきたが、今マーベラスからのドルフィンを狙ってたんじゃないですかね。月光側があの状況で暴れれる技が多分ないはずなので、暴れはまあしないでしょうね。リレーかけてウェビーか即ウェビーかどっちかでしょう。で回避をしたところにしてもまた狙うということで、マルセナはひたすらこう崖のターンを維持しようと。さあ掴んでコンボが入る。ダブルスラッシュは当たらず、やはり下方向にはあんまり広くない。打ってきた、これはやってしまった。マーベラスドルフィン、復帰ルートを確認してからフワマルスの得意技の一つなんですかね、はい、月光ガニは、月光ガニはかなり有効な、あれがマリオとかだとなかなか決まらないかなと思うんですけど、そうですね、下から帰ってこないと当たらないので、まずそっちに行ったのを見てから降ります。あれをガードし続けるのはほぼ受け身を取らないといけないということで難しいのかなと思うんですけど、さあリプレイですね。かり崖付近に合わせていくと、まあ、かさたりだったんで受け身もかなり難しいでしょうね。そうですね、ほぼ密着状況から崖に当てられてるはずなので、なのでドルフィンのセンター当てということが最後の方が当たっても、崖の下の方に強力に吹き飛んでいくと。さあ次にゆずさんとシキーさんですね。ゆずさんはロゼチコですね、ロゼット&チコ。シキーさんは、03ですね、ベルスルサムスで、有名な強豪プレイヤーですが、お茶目ですね